古来我が国には数々の優れた武術があります。合気道はそれらの武術の粋を集めた総合武術の花であり、世界に誇りうる無形文化財といえるでしょう。では合気道とはどんなものか、今順を追ってその片鱗を紹介しますが、その真意はこの武術を通じ民族の誇りと心身錬磨の必要を説くもので、これによりいささかなりと社会に益するところがあれば幸いであります。合気道の極意はあくまでも相手の心と力に逆らわないことである。天地自然の摂理にかなった動きをすることであって、愛の精神、和の精神といわれる縁であります。この武道は今から約804年の昔、新田三郎義満が大東流合気柔術を草案し、それが開元寺の滝田家に長らく秘蔵され、門外不出とされておりました。戦後、武道の名人、上柴森先生が独自の工夫を施し、今日の合気道となったのであります。健全なる精神は健全なる身体に宿れます。合気道を通じて心身を練り、ますます健全なる体を作ろうではありませんか。朝もやをついて元気いっぱいの声が皇居の森にこだましています。道場での稽古を前にしたリズミカルな体調です。大空に胸を張ってたくましく伸びてゆく夢の苗、養心館の若い生命が躍動しています。成長の木みなぎる養心館の道場です。
すべての道は霊に始まり霊に終わると言われています。合気道もまたその例外ではありません。ここにも自己の収容と厳しい戒律があります。塩田館長をはじめ一門の人たちの真剣な態度には館内すでに正中道ありの気迫が満ち満ちています。稽古を始める。合気道の修練はこうした厳格な礼儀の上に行われるのですが、この伊賀は合気道独特の構え間合いから解説に入ります。合気道は剣の利合を体に生かして行う体術であります。構えは半身、目は相手の目に注ぎ、手は下段に、足は六方に開き、姿勢を充実して対します。間合いは攻めるにも守るにも自己の都合の良い距離を取ります。技の稽古に先立ち行われる準備動作です。体の左右の変化と入り身です。相手の押す力、引く力に呼吸を合わせる修練で、絶えず相手の見えない糸の気のつながりを持ち、それが連続する技とともにどこまでも続くという気持ちで体をさばきます。手、足、体、一致の動作によって非力を修練します。このようにして養われた力を肩から肘、指先へと流すように心がけます。この時指先へ集中する力は目に見えぬ気力のつながりとなってよどみなく流れます。それは流れる水が腐らないのと同じで体が硬直しないのです。これは呼吸力の鍛錬です。相手の気の流れに従って即応できる体さばきを習得し、これによって呼吸力という心身統一された真の力を養成し、自己の意のままに相手をさばきます。やがて相手あって相手のない始妙境に達するのです。来たらばすなわち迎え、去ればすなわち送る。五五十、二八十、一九十、すなわちこれをもって忘れし。稽古の終わりに行う体調の動作で、これが入り身転換の方式です。
背骨を矯正し、体を柔軟にします。これを背押し式と言います。さて、基本修練に入ります。基礎的ないわば定石の修練です。これを十分に収めて、初めてその応用ができるようになります。昔は正座、執行しながら、いかなる事態にも対応する身のこなしが、武士のたしなみであったと言われます。座り技は足腰の鍛錬に有効です。この動作が、秩序ある統一体として連続するとき、合気道独特の美しいリズムが生まれます。座り技を会得すれば、立ち技は極めて容易であります。合気の動きは遠心力、求心力といった求運動の展開です。後ろ技は相手が見えないので、相手の気の流れをつかみ、心眼と手足、体の統一調和した動きが必要です。手、腕、肩の関節鍛錬です。この修練により腕、手、肩、指に非常な威力が生じます。これによって生じる力の集中は逆技にも十分耐えることができます。合気道は関節技が主であると考えがちですが、これは誤りです。逆技といっても関節の曲がる方向に順応して攻めるもので、実際は自然の動きを元としているのであります。ここでカメラを警視庁第4機動隊へ移します。道場には柏村警察庁長官、原警視総監などの感染があり、いわゆる馬前演舞に隊員一同日頃鍛えた妙技を披露。特に合気道応用技として、この隊独特の警棒操作が満場注目のうちに行われています。カメラは再び養心館へ戻ります。怪しくも美しい技の魅力、塩田館長の気合のこもった迫真の演舞が展開されます。ではスローモーションを交えて集中力修練を紹介しましょう。体全体の力が思うままに必要な箇所に集中でき、不思議なほどの威力と
入り身技に移ります。相手の動きの線を反らして、それとすれ違う形に相手の四角に入ります。この場合、相手を意識せず自然に振る舞って、合気特有の奇妙な数々の技が生まれます。人間の心身は天地自然の摂理によって生まれたものです。この心身が自然の動きに溶け込んで一体となるところに合気道の奥義があるのです。来る力と行く力との輪を巧みに利用するタイミングと位置の関係が効果を左右します。相手の呼吸、すなわち気の流れをつかみ、あるいは迎え、あるいは送り、自己の呼吸力をもって相手を制す技法の極致で、これを呼吸技といいます。呼吸力こそ気力に肉体のあらゆる力を合わせた真の力で、合気道技法の根底となるものです。これが身につくと、相手に一矢も触れず触れさせず、ただ動きだけで相手の体位を崩し、これを制するようになり、合気道の真髄に到達するのです。美容のもと、ましてこのような技があればまさに一石三鳥。見事な技の切れ味をご覧ください。女子護身術の一コマです。合気道は剣の利合を体に生かした体術であるので、都市の場合でも剣などの武器を取った場合でも技の要領は同じです。これは情を扱った動きです。合気の剣は真剣に即して修練します。攻める場所、攻める方法等に制限を設けず、首でも足でもどこでも攻めます。したがって試合形式の稽古はできないので、これを剣の型で修練するのです。昔の剣客を忍ぶに足る剣の利合、山岡鉄舟の書に曰く、それ剣法の極意は別に法なし、相手の好むところに従って勝ちを制するにありと。
精霊の気漂う道場では、常に心を正しくして礼儀を重んじ、症状を敬い、隣人を愛す。思考してことにあたりては、勇猛果断、一色よく相手を制し、しかもおごらず、謙譲の精神に徹す。これすなわち、合気道本来の姿であります。合気道の稽古は、決して過激でないので、老若男女、いずれにもでき、理想的な健康法であります。技は3000以上にもなりますが、手、足、体、一致の動きと呼吸力が養成されますと、容易に全般に応用することができます。今までご覧に入れた修練は、すべてが呼吸力の養成にあり、呼吸力こそ合気道の生命であります。風邪の時は一人と思い、一人の時は大勢と思い、常に一をもって万に当たるつもりで寸分の隙を与えない。技が高度に進むと、単に相手を容易に制しうるだけでなく、相手はその敵対する精神を自ら喜んで放棄するようになります。ここにおいて合気道が和合のためにする真の武道といえるゆえんであります。合気道は武道の名人上柴盛平先生が我が国古来の各流各派の武術の精髄を取り、それに先生独自の工夫を加えて精神・技術両面において現代に即応した武道として戦後発表されたものです。その技法には国宝的秘技といわれる精妙な古武術大東流合気柔術についての研究も大きく取り入れられてあるようです。合気道は一言に申せば剣の利合を体に生かして行う体術であります。投げ技、抑え技、取り技、決め技など攻防自在のあらゆる技があり、
これらの技には打ち手、当て身、逆、蹴りなどもあり、技の威力を絶対のものとします。この武道の最も大きな特色は、技を施す場合に相手と力の競り合いや揉み合いをせず、相手の力に自己の力を忘るようにし、相手の力を利用して相手を制する仕組みであることです。はい、それは合気道は準武術の建前を取ってあるので、その稽古の方法はいわゆる試合の形式によらず、武術の型の稽古によって行います。立ち技、座り技、前技、後ろ技、都市対都市、都市対武器、武器対武器、一対他というように、あらゆる場合を想定し、いろいろな技を稽古します。そしてその型の一つ一つを稽古して、これを身につけ実際に役立つようにするのであります。合気の基礎を体に作るため、いろいろの基本動作が修練されます。姿勢の取り方、足の踏み方、体のさばき、力の用い方など特に工夫されてあります。押してきた相手の力を利用し、その力を無力化する動作です。この動作は手、足、腰を一線に乗せて、その自己の持てる力を十分に利用するための修練方法であります。相手の引く力に合わせて踏み込んで、その力を利用し無力化する動きです。次は初歩的な基本技の訓練に入ります。片手持ち、逆押さえ、横面打ち、逆押さえ、正面突き、小手返し、両手持ち、四方投げ、以上のような訓練を経て8ヶ月ぐらい練習を積みますと、次の基本技が相対的にできるようになります。半身半立ち、呼吸投げ、顔面突き、肘押さえ、これは後ろ技、手首持ち、合気投げ、胸持ち、手首、逆押さえであります。技は全て剣の利合によって組み立てられてあります。したがってその手に剣を取れば、都市の技におけると同じ要領で、そのまま合気独特の剣道となり、その威力を発揮します。これは同一の技を最初棒を持って行い、次に棒を置いて都市で行い、この利合を明らかにしたものであります。合気の剣は準武術の建前から、打つ場所や突く場所に制限なく、首でも足でもどこでも攻めます。これは真剣による剣の利合であります。この武道には力の競り合いや揉み合いがなく、稽古は激しいものではなく、男女年齢にかかわらず誰にもでき、また体格の大小、非力の強弱なども差して関係ありません。この女子護身術は、非力の女性でも容易に習得することができ、その場その場の必要により一撃相手を打倒することもできます。また軽く相手を抑えて動かさない威力を発揮することもできます。
合気道の技は非常に強い効果を持っています。これはいろいろな技を応用したものです。これらの技の裏には呼吸力の働きがあるからです。この呼吸力の働きがなければ、その技は単なる形だけのものとなり、全然技の効果が出ません。この呼吸力というのは技の修練によって自然に体にできるものです。そして必要によって体のどこにでも発現できる一種の集中統一された力であると言えましょう。技の数は約3000、その裏技、変化の技を合わせると1万を超えましょう。しかしこれらの技がともすれば慣れ合いのように見えるのです。これは技の裏にある呼吸力の存在を知らない人が言うことで、合気道の技法は精妙であります。電光石火の早技は少しの無理もなく極めて自然に行われ、そこには一つの美しいポーズができます。この相手に一矢も触れさせず、自己を少しも損なうことなく、剛柔意のままに相手を制するのが合気道の技の本領でありましょう。